どうした、お姫さん。あ、大丈夫、元気に戦ってるよ。俺には聞こえる。それより先を急ごう。宗茂さん、この先はどうなってんだ。道が二つに分かれる。一方はそのまま街道筋につながる。もう一方は山を登って街道に出る道だ。なら街道へ出た方がいいな。いや、そちらは下り坂を追う方が有利。多少時間はかかるが山道を行こう。では私と一等祭は逆の道へ。なるべく多くの敵を引き寄せるとしよう。頼んだぜ。もう一等祭。やっと楽しめそうだ。見えてきたぞ、あれだな。それでは、陣、宗茂殿、ここで。気をつけろよ、坊。坊殿、貴殿のような侍が野にいるとは思いもしなかった。ぜひ城にて酒を酌み交わしたいと思っております。私も侍としての心情を宗茂殿にご教授願いたいと思っておりました。どうぞご無事で。再会楽しみにしております。拙者も。それではごめん。あばよ。ではまた。姫。姫、いかがなされた。お顔の色が優れませぬが。あんなに元気よかったのに、どうしたんだ突然。いや、姫、あの、いかがなされた。やっと、まともなことに気がついた。一等祭。命はすべからく平等だ。生きとし生けるも全て平等に。命は軽い。てめえ何が言いたい。何も、ただ真理を言っている。命の話になれば皆こう口を開く。命は大切だ。命は地球より重い。だから命を粗末にするな。そんなのは偽善だ。いつの時代でも毎日地球のどこかで何万という人が飢えで死んでいく。そのことを知っていても人は気にせず生きていく。出かける前に髪がまとまらないことの方が重要な問題だ。わかるか。遠い国のことをいつも考えてはいられないだろう。その通りだ。ならば声高に命は大切と訴える。それだけの価値が命にあるのかと問うているのだ。何をバカな。よその国は分からなくても自分の命は大切だろう。一個しかねえんだから。それが間違いだ。一個しかない命だから粗末に扱うのだ。死があるから生があるのだ。中途半端な理想論がまかり通るから生きてるのか死んでるのかわからない。そんな連中が増えるのだ。命を粗末に扱えばわかる。命の儚さを、命の揺らぎを、それが拙者を魅了するのだ。命は軽いのだよ。人殺し野郎の理屈に付き合ってられるか。
器の小さい男だ。所詮額のない寂しさ。なんだと？ジン、ここで仲間割れしてどうする。一等祭も口を慎め。姫、突然周りの環境が一変して気が動転しているのは理解できますが、どうかお気を確かに。間違いではござらぬ。ただ、姫には守られるだけの価値があるのです。比べられるものではないと理解されよ。よう、ジン、モンモンに一等祭、宗茂殿、そして拙者も皆、使命を受けてここに来た。我らはその使命を果たすだけ。宗茂殿の言う通り、命は比べるものではないのです。姫をお守りするのが私の務めなれば、一命をかけて務めを果たすのみ。それ以上でも以下でもない。いい加減にしろ。ふざけんなよ。どっちの命が重いとか軽いとか。ジン、じゃあ言ってやろう。陽の命とあんたの命、どっちも同じだよ。同じ価値だ。だがあんた一人を守るために何人の命がかかってるのか知っているのか。味方だけじゃねえ、敵だって命を失う。そいつにだって親もいれば兄弟だっているかもしれない。あんたは、あんた一人を守るために失われていく同等の命の重みを感じなくちゃいけねえんだ。消えていく者たちの価値を知らなくちゃいけないんだよ。お姫さんだけじゃねえ、踏みにじられる者たちがいるからこの侍の社会が成立してるんだ。そのことをジン、おかしいと思わねえか。どんなに飢饉が襲っても死んでいくのは農民ばかりだ。米を作っている農民がまず先に死ぬ。偉そうなこと言ったって侍は死なない。特にお姫さん、あんたなんかこれまで貧しい思いをしたことが一度でもあるか。侍にとっては農民の命なんか物の数にも入らないだろうけど、それでもお姫さんと同じ同等の命なんだ。あんたと同じように親もいれば兄弟もいる。明日の幸せを望んでいる同じ命。そういう犠牲の上に今の自分がいるんだとちょっとは考えてみてくれ。でないと死んでいった奴らが浮かばれねえだろ。陽やモンモンの命もあんたの命も同じ命だ。変わらない。ただあんたの命が誰かにとってかけがえのないものだと思うから、俺たちはそれを守るために戦う。あんたが俺たちの命に価値を感じてくれるのなら、あんたはその分生き抜かなきゃならないんだよ。どういうことだ。前もそのようなことを口走っていたでござる。影武者ではないのか。決してそのような。宗茂殿、我らはかませ犬か。坊殿、そのようなことはない。姫は正真正銘初姫様であられる。そう、姫様。
姫、どうしました？姫！嘘はつきたくないんだろ。なんてことだ。姫！信じられるか。いや、信じるしかないだろ。ジン、今さら姫であろうとなかろうと、忍者たちは間違いなく襲ってくる。この娘の命が危険にさらされる。それに宗茂さんが嘘をつくような人間とは俺は思えない。なるほど、そうだな。拙者は我が長刀を振るいたいだけ。鼻から降りるつもりはないがな。神殿、かたじけない。俺は思ったことを言っただけだ。お姫さん、気持ちは落ち着いたかい？では姫よ、また城で会おう。その時は一曲踊っていただけるかな。シャルイダンス。相変わらずキザですこと。焼くな焼くな、これくらいないと戦うモチベーションも上がらぬ。姫、一刀斎殿にも。余計な気遣いは無用、疲れるぞ。これは姫、ご覧せよ。何がでござる、姫。違う。そんなこと言ってない。別れの挨拶しろってこと。キスノーノーキス。見ろよ、モチベーションどころかふぬけになっちまったじゃねえか。これでは逆効果でござる。ああ。でもきっぱり言うけど、俺もキスしてもらわないともう働けない。何を言っとる。我が姫に向かって、さっきはあのように命について熱弁を振るったくせに。だってよ、俺だってよ。ああもう、なんかもうやりきれない。拙者とて同じ気持ち。ああ、切ない。あれはない。大体一等妻はあれだけ姫に悪態をついておきながら、どういうことだ。あの姫、拙者にもモチベーションを。ダメ。
何か用ですかな。さあ、いかがなんでしょうか。拙者のようなモチベーションの低い人間にはなんとも。え、俺？陣太郎、ちょっとちょっと。気安く優しくしてはならぬぞ。でも、あんたんとこのお姫様でしょ。拙者は先ほど姫への教育が間違っていたことを痛感させられた。ああ、一等妻へのキスね。キスとか。もう聞きたくない、聞きたくない。耳が腐る。耳が、耳が。つん。あのさ、優しさは、のんのの。分かってるって。あのさ、さっきの宙はないなと、宗茂さんはこれまで構築したキャラクターのイメージを台無しにするくらい拗ねているわけさ。本来はここで俺が大人げなくなる予定だったのに、先にああなっちゃったから。まあ気持ちは分かるけどさ、相手が一等妻っていうのも悪かったよな。いや、そういうことじゃなくてさ、目には目、歯には歯、歯にはには歯にはいずれな、歯には歯にはちくわ、ちくわ、あ、ちょっと言いやすいってことじゃなくて、キスにはキスだとは思うんだよ。違う違う、俺がそう思うだけ。あくまでも俺の個人的な意見。いや、たまたま。とにかくさ、キスしてあげたらいいかな、なんて。そうだよね、わかるわかる。でもさ、あの人も追い先短いんだし。仕事一筋はわかるけど、中年で一人暮らしはきついと思うよ。この先、いいことあるかな？ないかな？やっぱなかった、みたいな。え、あ、俺？なんすか、せっかくうまくいきそうなのに。全然うまくいってないぞ。マイナス要素ばかり話しているじゃないか。同情引こうかなって思って。なぜ拙者が同情を引かれなくてはいけないのだ。いや、女子ってそういうのに弱いのかなって。それは幻想だ。もっと現実的に攻めなくては。例えば？例えば、金持ってるよとか。うわ、すっげえ現実的。夢とかファンタジーとか皆無。これドキュメンタリーゲームっていうくらいのリアリティ。ドキュメンタリーゲーム？そういうジャンルあるかどうか知らないけど。ドキュメンタリーゲーム？いいんだよ、そこはこだわらなくて。ドキュメンタリーゲーム？殺すよ。とにかく今のままでは0点だからな。なんだよ、せっかくやってあげてんのに。よろしくお願いします。あのさ、小銭貯めてるんだって。
んすか、いい感触だったのに。小銭って何？お金。それは分かってる、バカか。あ、バカっつったな。言った、それがどうかしたか、バーカ。2回も言った、母ちゃんにも言われたことねえのに。何度でも言ってやる、拙者のやりきれないこの気持ちが晴れるまでな。人が親切にしてやってれば調子に乗りやがった。おい、呼んでるぞ。あんたんとこの姫さんだろうが。つん、なんだその態度は。たく、どうしたお姫さん。おい、見せてみろ。なんだあの様子は。はしたない。ズンズンズン。まずいな、マムシだ。横になって急げ。まずいな、毒が回ってきたのか。顔が赤い、大丈夫か。よし、大方吸い出せたと思うんだが、念のために。毒が回らないように膝の上を紐で縛る。ほら、足広げろ。どうした、力抜けろ。早く。あ？拙者、姫を無視していましたが、これはあまりといえばあまりの振る舞い。嫁入り前の娘が白昼堂々と。いいとこに来た。膝を押さえててくれ。何？お姫さんがマムシに噛まれた。それを早く申せ。きつく締めないと意味がないんだ。姫、我慢なさいませ。よし、これでいいだろう。拙者がいい年してダダをこねたから神罰が下ったのだ。姫、申し訳ございません。拙者がそばにいればマムシなどに。しょうがないさ、不可抗力だよ。そばにいたってマムシに噛まれるときは噛まれる。しかし万が一姫のお命に関われば。大丈夫だって、山育ちの俺が言うんだから安心しろ。毒も吸い出したし、回らぬよう血も止めている。
今晩はもしかしたら熱でうなされるかもしれないけど、朝にはケロッとしてるって。うん、かたじけない。ジン殿は姫の命の恩人だ。いや、そんな大層に言うなよ。本当でござる。それなのに拙者はジン殿のことをバカだと。情けない。拙者を殴ってくだされ、ジン殿。何もそこまで。いや、拙者はジン殿が治療をしていたとはつゆ知らず、不らちなことを想像しておりました。拙者は卑怯者だ。そうだ、拙者を殴ってくだされ。そうか。じゃあ俺も殴られなくちゃいけないな。どうしてでござる。俺、お姫さんの膝の間で治療してるはずなのに、一瞬変な気持ちになって、だから…まあまあ、ジン殿も若い。そのくらいのことは致し方ござらぬ。あと、宗茂さんがチューされるのを心のどこかで妬んでた。ていうか、わざと邪魔してたんだよね。ふざけるな、この。いって。そう、姫。このようなものは放っておいて、そこの岩場で休みましょう。もう日も暮れません。これしき殴られたくらいで死にはせぬ。我が心の傷の方が深い。姫に不らちな気持ちを持つのは致し方ない。しかし、男同士の信頼を裏切るとは許せぬ。友情にひびが入る。そんなことでは、この先いざという時に助け合い、補い合うこともできませぬ。それは、あの、え、全然、いや、嘘、あの、その…いえ、あの、すいませんでした。それは、あの、姫様が魅力あるゆえ、美貌のなせる罪とお許しくだされ。ありがとうございます。拙者は胸をなで下ろせました。いや、それは、はい。送ります。ではどのように送ればよろしいですか。人差し指と薬指、意外と難しいござるな。だが了解いたした。はい。血が見えたよ。じゃあ今度は俺が殴る番な。それは一個ずつでチャラであろう。拙者が殴ったのは友情を破られた話の方。え、どういうこと。正直者がバカを見るって言うわ。その代わり、次に拙者に何かあれば遠慮なく殴ればよい。へえ、そうか。って、何納得してるんだ俺。騙されねえぞ。こら、卑怯者、帰ってこい。ぶん殴ってやる。さ、姫、参りましょう。若いうちは何でも勉強でござる。世の中は思うように平等ではないのでござるよ。こら、戻ってこい。
生き止めろ！